お疲れ様です、ポンタです。今日もですね、信長のやぼ波動実況していきたいと思います。チャンネル登録をお願いいたします。はい、こちらですね、最上義明さん。はい、こちらゲットしたのでご紹介していきたいと思います。最上義明さん、かっこいいですね。はい、原田義男がですね、独眼竜馬サムネっていう大河ドラマで活躍してたんですけれども、演じてたんですけれども、まあその時からのですね、はい、僕、この人のかなり頭が良くて、 強くて、てそしてちょっとずるる賢いいい、みたいなイメージがあるんですけど、はい、地元の人にとってみたらそんなに別にずる賢いイメージじゃなくて地獣権利のすごい優しい武将だったという噂も伝わっているので、ね、まあ、どこまで本当かわからないですね。まあ、ただパブリックイメージはこんな感じのねちょっと油断のならない怖い感じの顔なのかなと思います。ではですねこちら紹介していきたいと思うんですけれどもはい、もがみ最しあきさんはですねうのツネという はい。こちら先方を持っています。自身と一文章を含む、味方3部隊の防御、地略を30%上昇。で、昇水30%付与で、昇水ってあんまり聞いたことないんですけど、先方威力、先方による回復量や不利状態、能力、弱発生率が低下するというところでございます。まあ、なので、まあ、相手のですね <laughs>、あの、デバフが発動しづらくなるみたいな、という感じなのかなとは思います。はい。で、これはなんですけれども、味方も防御、あの、地略が、 上昇しますと、まあ、割とですね、僕、最初、暴力家のイメージがさっき言ったようにあったんですけど、こう、策略はするイメージはあったんですけれども、なんとですね、まあこ、これ結構バフ系というところで <laughs>、あの、暴力家の割には、こう、味方を強くする系というところで覚えていただければと思います。リフ あの、舞台の兵力プラス4%。で、鉄壁。この鉄壁が特徴でして、舞台が待ち伏せの命令実行中、舞台の防御プラス15%、足止め対象プラス1%となってますので、まあ、ここ、倒産ぞという感じの、まあ、鉄壁のですね、まあ、鉄壁というとミュラーって感じなんですけど、銀英電的には、まあ、鉄壁の、あの、技能を持っているというところではございます。で、足止め対象プラス1、やばいですね。はい。敵を、あのー、普通1部隊しか止められないなところ、プラス1部隊になるというところでございます。 で、えっ、ー、と、まあ、待ち伏せ専用というところになってますね、比較的、機能的には。で、バフ、こちらの方あの、大したことないので、まあ、大将ね、強いんですけど、30%。悪くはないんですけど、まあ、後から入ってきた武将として、こう、ポジションを確保するには、まあ、皆さんのもうすでに、シーズン5にもなると、こう、レギュラー陣固まってるじゃないですか。で、その中に、この防御地略30%上昇程度で割って入るっていうのは、なかなか、なかなか厳しいなというところで、まあ、彼を活躍するとしたら、まあ、 はい。この足止め対象プラス1、待ち伏せ命令実行中で待ち伏せの時に使うっていう、そういう、はい、特化部隊になるのかなとは思います。で、待ち伏せだけ使うことあるかっていうことなんですけど、まあ、主に、まあ、防衛戦だったりですとか、あのー、まあね、あの、みんなでよく、ね、あのー、1問でメールが来て、ここ、足止めしといて、みたいな感じで、待ち伏せとか遊撃しとくことあるんですけど、まあ、その時待ち伏せでね、はい、守、ま、り、あ、を固める。ですとか、まあ,あ、と、工場戦ちょっと最近少ないんですけど、 もしあれですね、今度始まった、何でしたっけ <laughs> やってないからわかんない。鉱山を、あのー、採掘みたいなのあるじゃないですか。金を掘るみたいな。そういう時に賊が湧いてくるのを倒す。そういうのにあの非常に適してるかなとは思いますね。うん。防衛イベントになります。で、その防衛イベントに役立つのはもう一人いまして、彼ですね、これ。 足利義輝さんになります。耐震なんですけど、つながった配置の武将と同じエニしが合計2以上で、待ち伏せ命令実行時、通常攻撃の対象部隊はプラス1となります。ということで、上限4で、あの、この2人、耐震の足利義輝さん5つからの、こっちの最上義昭さん、全然時代の違う武将2人なんですけど、この2人を入れることによって、待ち伏せ時、非常に強々となっておりますね。 もうあのー、<laughs> まあ、待ち伏せんが必要なそういうですねあのー、時にはこの2人使ってやろうかと思い出していただければとはご存じます存じ上げますでございますはいですねで治癒兼備の名称と書いてますけれども、まあだあのー、こちらの はい。えにしの方を見てみる伊達もがみ家。ちょっと伊達家と最上家だと少ないよねっていうところで、そんなに仲良くなかったんじゃないかと思いつつも、一応血縁関係の伊達もがみ家が一緒になっております。で、水名人。水名人といったところでは、このところですね。あの、橋場、橋場秀吉と結構相性がいいのかなとは思いますね。で、あと、暴力家も持っているというところです。で、まあ、生まれも育ちもいるのに、源氏も持っているというところになっております。源氏だと、そっか。この足利が、 の人たちと結構相性がいいいんですよねはい、でこうして見てみますと、まあ、どないやねんっていうところ <laughs> なんですけど、まあ、相性の良さで見ると、やっぱりこの足利のですね、はいこの義明と相性がつな、ね、げてあげても面白いかなと思いますね。はい足利義明は弓と牙か。牙、まあ、で使うときはいいのかな。牙で使うときはこんなふうにあの連鎖が合うかなと思います。今ちょっと足柄で組んでみたんですけど、一つの例として、まあ、あのー、 軸が三つあるかなと思っていて、一、まあ、つが持ってないので、あのー、なんていうんですか、伊達政宗軸があるかなと思います。伊達政宗って鉄砲じゃないですか、あいつ、鉄砲使えるじゃないですかで。鉄砲で、あのー、二部隊待ち伏せの、で、これで最上吉明で、はい、鉄砲 A なんですけど、あのー、鉄壁イかしいの、平家がね、指定されたで、さらに足利義輝で、耐震で、はい。 あのー、待ち伏せの、まあ、鉄砲 <laughs> C なんですけど、上げてあげて。で、鉄砲部隊で4部隊攻撃できる待ち伏せ部隊に使ってくださいねって言わんばかりですよね。伊達政宗、ね、最上、義明そして足利をしてるの。3人を使って、あのー、鬼の <laughs>、鬼の、絶対通さないぞ、鉄壁部隊を作れるのかなと思います。伊達政宗ですね。で、これは1つ。で、2つ目なんですけれども、2つ目がですね、 あの、この今、今僕、仮に組んでみたんですけど、非常に相性がいいんですよ。アアマゴごつヒサアマごつネヒサは、あの、非常に相性がですね、良くて、えにしがやっぱり防薬化を持っていて、源氏なんですよね。で、この、あの、ルートで行くと、まあ、非常にこう、なんだろう、足利義輝さんともえにしが深いし、もがみ義明さんともえにしが深いんですよね。で、防衛側のえにしなんかどうだっていいじゃないかと思うかもしれないんですけど、あの、 この人ね、N 氏が2以上ないと、はい、この耐震が発動しないので、まあ誰かと2つなげてあげなきゃいけなくて、ちょっと寂しい坊なんですよね。で、アマゴさんとつなげてみました。で、左側の方はもがみさんとつなげてみて、はい、その下は適当に、連鎖率の高い人で、あのー、抑えてみましたというところになります。安藤さんとも相性がいいんですよね、安藤さん。安藤さんってどういう技能を持ってたっけなイフとキをですね、破壊か。破壊系の人ですよね、確かね。はい。まあなんで、まあバッチいってわけじゃないんですけど、まあこの、 3人を組むことによって足軽部隊ではい待ち伏せができるのかなとは思います。まあ、もしくは、まあ、もしくは一番上のところに足かあの、この足利の系の人を置くっていう選択肢もあるのかなとは思いますね。こんな感じで、はい、足利系の人を置いちゃってみたいなパターンもあるのかなとは思います。でも、なかなか現実的じゃないですよね <laughs> あの。こんな感じで組んでみても、なかなかね、あの現実的じゃないというか、そんなに まだあの突ってねえよ足利をこんなんで使うやつねえよって思いながら僕紹介してるのであんまりこれは現実的じゃないかなって。伊達政宗だったらさすがに、まあ、愛着もあるしかっこいいし鉄砲部隊で4部隊でいっていいかもしれないんですけど、まあ、足利部隊をガチで育てて足利に思い入れがある人ってちょっと僕の中で想像しづらいので <laughs> ただ、まあ、足利を対象にするぞみたいな <laughs> あのそういう既得な方がいらっしゃいましたら、まあ、こんな感じで足利塾の最上塾っていう感じでもあの光栄的には。 ぜひ使ってくださいね。シーズン5の皆さん、ニコニコみたいな感じになるのかなとは思ってます。はい。というところですね。あの、もがみさん、まあ、まとめますと、まあ、この鉄壁っていうのは非常に彼のあの特徴になるかなとです。待ち伏せ命令実行時、舞台の防御プラス15%というところで、あの、非常に長くですね、持ちこたえていただけるかなとは思います。鉄砲舞台でね。もう、足軽部舞台でも。で、まあの、まあ、そんな時に、あの、なんだろうかな。 え待ちこのなんだろうえ敵の攻撃数を増やす、対象を増やすっていうのに、敵してるのは鉄砲ですから、鉄砲を政宗の下につけてあげて、待ち伏せの時にね、攻撃部隊を増やすと。で、さらに足利さんもつけてあげることによって、最大4部隊の,はいあの待ち伏せができるというところが、非常に、なんていうのかな、使いどころとしてちょうどいいんじゃないかなと思います <laughs>。そうなんですよね。あの まあ、ここから余談なんですけど、プロ野球とか競馬って衰えがあるんですよ。あの、なんだろう。どん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 全盛期を誇った三冠王でも成績が落ちてきて若いのが後からとから出てくる。で、それスターがどんどん生まれてくるわけじゃないですか。それ新陳代謝なんですけど、信長の野望、波動ってガチャで突った後に衰えていかないんですよね。まあ衰え たらねもう返金もんだって感じなんですけどゲームとして衰えないからつまりまあ座ってきった嫁った上杉謙信とかをあの何だろうかななかなかその後で変えることができないんですよ後から入ってきた人たちがいや強いよって紹介するんですけど最上義明さん強いよ政宗さん強いよって言っても配下金でもない限り最初はぼちぼち育成ができないじゃないですかだから小生ランクがねゼロのうちは使えないわけですよだからよほど尖ったこう技能とか ここで使ってくださいよっていう技能がない限り、まあ、野球で言えば足がね、めちゃくちゃ速いとか <laughs>、盗塁だったらこいつだなみたいな感じで、ワンポイントで使うイメージがあるんですけど、まあ、総合戦力的には後から入ってきた、シーズン5で入ってきた人として、なかなか使えないなというあの印象ではございます。まあ、その皆さんもそうなんじゃないですかね。まあ、そんなわけで、今回出てきたね、シーズン5で出てきた武将、さすがにシーズン4、シーズン3まではそのことなんだシーズン5で出てきた武将は、かなりあの使い方が尖ってて、まあ、安藤さんだったら、ま破壊に使ってくださいね、みたいな。 はい、感じになってますしあ、まあまあ、皆さん使ってる破壊部タあると思うんですけど、その中に入れてくださいね、みたいな、いかにもな感じになってますし、はい、この最上義昭さんに至りましては、ぜひぜひね、待、は、ち、い、伏せに使ってくださいね、みたいな感じになってますね。うん、で、まあ、カタクラ北とかは女性が多い時に使うといいですよ、みたいな、かなり個性が尖ってるかなと思いますね。で、ちょっとシーズンマインドで新人とか、ね、混乱同士うちに使えるよっていことで、猛、あ、威、のー、も絶えない小松さんはぜひ、みたいな。 結構オールマイティーな人だと、先に出てきた、シーズン1出てきた、上杉謙信とかあの、シーズン2出てきた、あのー、織田信長とかで、ね、叶わないので、うん。割と最近のシーズンに出てきた人はそんな感じで、あのー、なんだ、一芸特化みたいな <laughs> 人が多くなってきた印象かなと思いますね。だこの後、次の武将を出してっても、うん、次のシーズンとか出してっても、なかなか前の武将を越せないと思うんですよね、つらないうちは。なんで、つらなくても強いっていう UR の出現が、 ウルトラレアみたいな <laughs>。そういう出現が、まあ1年半ぐらい、まあシーズン6、7ぐらいから出るんじゃないかなと思ってます。だってウルトラレア出さないとね、だって SSR いつまでも使いっぱなしで、みんな課金しなくなるじゃないですか。まあ、言いたくないですけど、別に課金したくい,いわけじゃないですけど、1ミリも。<laughs> なんですけど、まあそろそろウルトラレアも出る予兆かなっていうのは、こうシーズン5の、こういう後から出てきて追いつけない場所たちを見て思いました。まあ ただ、忍者とかね、前言いましたけど、健康とか出してないので、そういう特徴がはっきりした。メインで使うのは難しいけれども、あの、下の方の寄り木とかに入れるとすんげえ便利ですよ、みたいな武将を、まあ、出し切った、あの、シーズン6とか7の後ぐらいかな、ウルトラレアと、この話をしながら思いましたというところでございます。はい、どうもありがとうございます。失礼します。